ふい。またまた来ちまったぞ。今日はお日々だっちゅうの。仕事の連絡をしてくんだっちゅうの。良さげじゃないですか、ポイント的には。まあ良さげ、まあ本当は向こうから入りたいっていうのはまああるんだけど、明らかに今日はあのコンビニさんでね、袋をいただいたんで、そちらの方にゴミ捨てしていきたいと思います。っていうどうでもいい報告でございます。よし、いや早い、暑いですな。本当にもう9月なのにまだ一つの側面としては、釣りが成立するそのスポットっていうのを、探すのが難しくなるっていうのが、一つとしてはあります。ただ、特に内水系の魚に関しては、寄せるっていう作業をね、
ブラックバスとかこういうミミズ使った釣りでは基本的にしないんですけど、作業しなくても、ね、魚は基本的にはまりやすいポイントっていうのは、まあ、今日も全体的に水があまりよろしくないね。なのでこういう牛乳部分、まあインレットの、まあ、境であったりとか、この辺りがまあ今日の狙いになるんじゃないかなとは思いますが、これぐらいで減衰してるとね、ちょっとまた、あそこの場所でのそれはちょっと成立しづらいかなとは思いますね。まあ、この辺りは本当はマクロな視点で見る必要がある部分で、だからまあ実際に釣りに行って、まあ虚子感ですね。まあ虚子感と、まあ、実際に釣り場に行くと、まあポイントであったりっていうのは。まあ、今探っている状態ですけど、あったりするので、その辺とは考えかな。でもやっぱ岸側ですかね。岸側に多分ビルナイなんなりのベイトが。行くっていう形ですかね。場所としてはやっぱりね、一級だと思うんですよ。この時期こんだけ、ね、まあ水が悪いとやっぱりその、ね、インレット水のいい方に、まあ、小魚なり何なりが集まって魚っ気はありますからね、ここはね。それは非常に魚釣りっていうのはお魚さんがねいないと成立しない遊びなんでね、いかに魚っ気が強そうな場所を、まあ、事前に探しておくか、まあ、その辺のマクロ的な視点で、見るっていうことが大事ですね。まあ、実際そのポイントについたら、その、向こう行けるとね、すごいいいんですけどね、突っ張ってるその岬であったりとか、あの辺り打てるんで、どうしてもここだとしたら、ただ向こう分かるかな、そんなに。そういうやり方はありかもしれないね、今日は。今日はこの辺でじっくり狙うのもありなんじゃないかなとは思いますね。それほどなさそう。一応境の辺りで打ちますか。
かしい、そんな雰囲気はあるんだけどな。持っていかないな、なかなか。朝が多すぎるかな。うん、思ってるより浅いのかもしれないね。本当にあの辺り受けたらすごいなとは思うけど、弾丸ができるかな。時間から鑑みて、そこは極端に高いというわけではなさそうですね。浅いな、すごい浅いな。浅いわけじゃん。沈んでいってないわ。それはダメだ。それはお魚さん反応してくれないでしょ。そこそこ深いわ、まあ浅く見えるっていうのは、まあ川特有の現象ですね。まあ、水がその下で屈折してるっていう、その辺りの現象ですね。そこそこ水深はありますね。浅いところを流してる。まあ浅いところにまあベイトとかが抜け込んでるので、まあ、やる気のあるやつは基本的に浅瀬を抜いてるとこんな方がいいかな。
グロスがないのかな。この辺が一番駆け上がりというか、ここにも流れ込んで、まあこっち側に、自分が立ってる側にその流れが近づくんじゃないので、まあ、流れで、水の流れでえぐられるっていう。ちょうど流入してくるその川の水が、なんか見えてると思います。確かに確認はしてないですね。この辺はあるけど、普通のわからないですね。行きましたね。魚と木のあたりがいろいろありました。チビバスです。うん、やっぱりいますね。うん、やはり、うん、うん、います。で、まあ、この辺り、これ横のサイズがあれなのかな。うん、ありがとう。大きくなる。まあ、このぐらいのサイズが、ってことはまあ他のサイズもそうですね、やっぱりちょうどあの淀みと流れがあるところと、それの淀みのその中間あたり、ちょうどあのディスタンス、まあ距離も取れますし、まあ実際まあやっぱ人が入ると、あの魚っていうのは非常にその水中の中に座ろうとも、その敏感なあの側線っていうような器官を人間には持ってない、今持ってるので、まあ基本的にこれは周りはあのまあよっぽど警戒心がない魚でないと、あの基本寄ってないっていうふうに考えて自分は通信です。まあ、あの、それをね、まあ、警戒心をあんまりそのものを立てずに、その餌をどんどん打っていって、まあ、自分の方に寄せる。まあ、ヘラとかそうですね。まあ、そういう釣り方もありますけども、少なくとも自分は、あの、ヘラ寄せる釣りではないので、まあ、基本的にあまりその手前側にはあんまり大きい魚がいないのかなっていう、そういう風ではやってます。まあ意外といたりするんですけどね、まあそれが間違っていた気は、まあ当然します。生き物相手なので。まあいろんな性格のお魚さんたちが、手前落としてみましょうかね。いいかな。まあ、あまり反応は良くない。そこに、ね、天然に水深があるようには思わないんだよね。だからポイントとしては、あの、外れましたね。ポイントとしては、外れてない。あの辺ですかね。あの辺から、まあ、徐々に流していけば、まあ、数は釣れると思うんで、まあその、まあ、数釣ってるうちに、まあ、サイズアップしてくれば嬉しいかなっていうところですね。食ってきてくれましたね、あれぐらいのサイズで。やっぱりあのブラックバスは非常にあのどう思うな、貪欲ですね。まあ言い方ですね。まあ、そういう意味ではやっぱりその外来種としてあの毛嫌いされる理由は、まあ
分かるような気がします。まあ、確かにあれぐらいやっぱり貪欲に餌を食うような魚だとやっぱり生態系的にはやっぱり問題は生じいそうですね。うん、あまり追ってないかな、なんこの辺は。ちょっともうミミズがもう動かなくなったので、ゲーム性が高くなってるかな。本当はね、やっぱりね、熊本でやってるように、ドバミミズをね、餌にやりたいところはではあるんですけど、ね、この辺はどうもその大抵ね、熊本の場合はね、自分がね、まあここにいそうだなって思うところにいるんですよ。ドバミミズなんていうのは。まず間違いなくて、ものの10分もかからない、5分かそこらで、まあ1日これ で釣りできるなぐらいは取れるんですけどね。まあこの辺はまあいい意味で悪い意味で都会なので、まああと魚がね釣れちゃってるっていうのもあるんでしょうかね。皆さん綺麗に整理されるんですね。熊本は田舎ですので、まあ、そこまで汚いっていう、まあ、ものの見方ですけども、まあ、僕的にはありがたい。なんか触りましたね。これちっちゃいかな、これも。示すっていうのはありますね。単純にその水をボカーンって投げて、そのミミズが水の中で動きますから、それで寄せるっていうのも一つではあるんですけど、ね、自分の場合もたまにリーディングしてやって、リーディングすればね、何かし そこら辺で餌を見つけてくれれば。反応してくれるんでね、ミミズの場合はね、本当に簡単な釣りでございまして、そのあたりかな、やっぱ長岡のあたりが一番いいんだろうな。ちょうどこの淀みと金属との境のあたり、なんていうか、やっぱポイントとしては